クラスタ崩壊とは、原子核の放射性崩壊の崩壊形式の一種で、ある。アルファ粒子よりも重い、陽子と中性子からなるクラスタを発して崩壊する。クラスタ崩壊は、放射能を持つ各種すべてで起こるわけではなく、いくつかの各種のみで起こる。事実上、クラスタ崩壊を起こすのは、核の一部を排出するにたる原子エネルギーを持っている、重い原子に限られている。 アルファ崩壊よりも、質量数の減少が多い崩壊形式である。クラスタ崩壊は1984年に、オックスフォード大学の研究者によって発見された。検出された各種は 223RA である。ただし、クラスタ崩壊して 14C 原子核を放出する、割合は、アルファ粒子を放出する割合を1としたとき、約8.50から10という。 極々ごくごく少ない割合である。クラスタ崩壊は、原子核が4 h e を弾き出す、核分裂であるアルファ崩壊と思い原子核が2つ、あるいはいくつかの原子に分離し、数個の中性子を弾き出す、自発核分裂の中間の位置にある。自発核分裂は、個性生物の確率分配で終わり、これは、クラスタ崩壊とは、隔たりがある。 クラスター崩壊においては発生する粒子が軽い原子核で崩壊方法において常に同じ粒子を発生させる。現在、時折クラスターを発生させて崩壊する20以上の原子核が見つけられている。見え水素と徴陽子は放射性崩壊による生成物として知られている。ヘリウム6は腸陽子放出を経て時折崩壊し、またヘリウム8は 短時間で見え水素放出によって崩壊する。つまり加速器で大いに研究されているヘリウム粒子のように他の珍しい同位体の崩壊もこの方式で崩壊しうる。ありがとうございます。